バスケツじゃねえんでしょ。まさかだって。まさかのバスケツ？リザーブにならないとダメですか？そうかも。かぶってんなと思ったんだよな。電流は下がってますけど、なんかかぶっ、右にだったんだっけ。ラム回しやった。まさみくん、プラグ回しは持ってんの？プラグ回し？緩んだろ。いや、かぶってんじゃないかなと思うんだけど。プラグ回しはあったっけかな。いや、参っちゃったね、これね。朝食来たんですけどね、なんか途中からかぶってんなと思ったんだ。なんかかぶってる感じだな。止まってたの？うん。どうかわかんねえな、プラグマシは。俺の中には六角しか入ってないのかな。オタレックスは、あれ、もともと銃声が。長岡さんはどこ行っちゃった？二人じゃん。どうする？何？イトライザー。隣で行くよ。どうする？
ろ。俺も一瞬そう思ったんだけど、オイルはあんだよ。オイルは順調に減ってきてますから、燃えてる感じだね。あ、え、曲がった。あと6カグぐらいしかない。10カグ曲がったら硬くてあるぞ。あんまり本当にじゃあこういうの折れるんですか。キンキンのドライバー買ってくれるかな。そうね、折れる。ちょっと切れたんだ、ホテル。かわいそうに。そういう夢だったのね。僕のハンドパワー、僕のキンキンで折れちゃった。あれ回んねえぞ。あ、これこれ、パワーカーブでくるってこと。そういうことなの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 。そういう。全然人かかんない。いや、かかることはかかんない。かかることはかかるが、ちなみに日本ワイヤーとか長いのかな。一番に比べると止まっちゃったんですね。これ突然に走ってびっくりしてたね。本当に全然終わるね。マスクずっと持ってる。なんかかぶってるような感じだなと思ってたんですけど、まあスローやってねえからちょっとこういうのは分かってたかなーなんて思って、大丈夫だったよなって高くつってたら。
かぶってるの、うん、かぶってるやつ、すぐ締めたつもりはねえんだけどな。いや、本当暑いよ。いい感じに暑いよ。何も気に入らせる。暑いのはありますけど。ちょっとな、正解言ったのに。やばくない。なんで？2つ閉めたんですか？うん。それでも。回せないけど棒は何を使うつもり？そうですね。これもともとあれだね。戦争のやつ。便利だね。武器になって。なかなかおかしいですね。でも結構マスミさんのこのそっくり入るんですか？入ったよ。穴が開いちゃって最近。開いたな、これ。なんだっけ。なんでのかな。